はい、納豆好きな俺のネチャネチャ動画、今回は、俺が一番ね好きなおかめ納豆の、極小粒でーす。まあ、こちらが大体この 3個、これが3個で大体ね、値段が100円ぐらいですね。うん。まあ、この美味しさは、やはり、一番、うまい味の、たるゆえんですね。ゆえんはね、このタレなんですよ。タレ。このタレがね、とんでもなくうまいんだ、これが。賞味期限が24日だから、まあ大丈夫です。ギリギリ。ギリギリ大丈夫。まあ、去年だったかね、値上げしたんですよね。10円から20円。納豆が。このおかめ納豆のね。まあ、結局、原材料の高騰とかで。あ、あとこれ。からしが、他のおかめ納豆に比べて多めなんですよ。2倍ぐらい入ってるんですよね。うん。これも特徴ですね。なんでなのかはわかんないです。あ、ちなみにこちらは、1パックが 50g。50g っていうのは、まあ、非常に多めなやつですね。だいたい 40g とか 45g なんですけど、これだけ 50g なんですよ。おかめ納豆シリーズで。唯一。うん。となっておりますと。さーて食べるぞ。まあ、この極小粒シリーズは、このパックだけじゃなくて、50g のパックだけじゃなくて、他にも、小粒、少量のパック、丸い、円柱型の、パッケージのやつが4個入りで、何円とかで売られてます。うん、あれは、量が少ないんですけど、非常にかき混ぜやすいんで、紙パックなんですよね。これは発泡スチロールなんですけど、紙パックなんで、まあ、非常に、まあ、これだとすぐね、こうガリガリやってると穴開いてくるんです、これ。よしと。それでは、いただきまーす。アマゾンから5キロの米が届きました。何だったっけな、まあ、一番アマゾンでレビューが高かった5キロの無洗米のやつ。うん。うまい。コスパ的にもいい。だって値段が安い上に量がいっぱい入ってんだから。うん。コスパいいわね。で、極小粒なんで小さい。うん。あ、美味しい。
あ、まあ、大きな粒の方が好きだっていう人もいると思いますけどね。うまい。これは文句ない。五つ星。ご視聴ありがとうございました。